飛行機と美術という展覧会についてご紹介します。この展覧会では飛行機が私たちのビジョンにもたらした影響について美術を通じて見ていきます。版画家恩地幸四郎はまだ飛行機が珍しかった1928年に新聞社の企画で飛行を体験しました。後に飛行にまつわるさまざまな感覚を純粋な抽象によって表現しています。日本画家川端龍子は1939年に従軍画家として中国に赴き、海軍の偵察機に搭乗しました。幅 7.2 メートルの画面にはみ出さんばかりに描かれた機体は半透明で、機械の美を礼賛するかのようです。墜落する戦闘機がひときわ目を引く作品、図案大賞は26歳で戦没した久保勝彦が東京美術学校に残した卒業制作です。5つの画面からなり、数学的発想に基づいた緻密で複雑な構成がなされています。一見すると抽象画のようですが、飛行場への空爆の様子が描かれています。戦時期には軍の主導によりたくさんの戦争画が描かれましたが、この頃の清水都市はその状況下でも自分らしい表現を大切にしていました。印象派風の光にあふれた美しい空、しかし描かれているのは敵機に体当たりする凄惨な攻撃の様子でした。大画面に明るい色彩で描かれた巨大な銀ヤンマ、飛んでいるのは市電が縦横に走る東京の上空です。岡本新次郎は11歳の時神田で空襲を体験しました。その翌年、疎開先から見た東京大空襲の様子はその後の制作の原点となったといいます。この展覧会は4月11日まで開催しています。休館日等が変更になる可能性がありますので、ご来館の前には当館のホームページ等でご確認お願いいたします。